の顔も3度まで。おい、俺の名前はシンパさん。俺に作れねえものはねえ。そこではよ、以前隣町にデストロイライダーズってやつらがいてさ、うちとは火花飛ばしだってた時があったんだけど、一触即発な雰囲気でうちの族の大きいやつらがいよいよ襲撃かけんぞっていう時があってさ、ほんでついに襲撃すんぞっていうその当日にデストロイライダーズのヘッドのマサヤってやつが実家の手伝いをしてる時に事故に遭って、ほんでその一報を聞いたうちの若いやつらはこれは閉めた、病院に寝てるところを襲撃すりゃデストロイはもう終わりだってはしゃいでよ。でもその時俺はおい待てお前らって怒ったんだよ。いくら日頃からデストロイが腹の立つやつらだって言っても事故で入院したところを襲うなんてのは卑怯者のやることだって叱ってよ。で俺は言ったんだよ、お前ら今からマサヤのとこ行くぞっつってよ。ただし持っていくのは釘バットじゃなくてお見舞いの花束だぞってな。そんでいつもはいがみ合ってる相手のヘッドだけどよ、その時ばかりはみんなでお見舞いに行ってベッドに寝てるマサヤに向かって、おいマサヤ早く元気になってまた喧嘩してくれよってみんなで言ったんだよ。そんでそれから1年くらい経ったある日、うちの吉村っていう若いやつがいたんだけど、その吉村が原付の免許取った翌日に吉村の実家のそばの山で早速事故ってよ。でも吉村の実家はすんげえ山の方で携帯の電波とかも届かねえようなところでさ、救急車を呼ぼうにも近くに人はいねえわ、携帯は繋がらねえわで、ね、やべえ状態になったんだよ。ところがその時たまたまデストロイのやつらがその山の峠で走りやっててよ。ほんで倒れてた吉村を偶然発見したんだよ。でヘッドのマサヤがメンバーと一緒にその吉村を病院まで運んでくれたんだよ。で俺は急いで病院駆けつけたらデストロイのやつらがいてさ、びっくりしたんだけど、とりあえずヘッドのマサヤにありがとうって言ったら、マサヤがこれはあん時の彼だ、だから礼はいらねえよって言ってさ、そんで吉村は助かったんだよ。いや俺はそん時思ったよ、情けは人のためならず。というわけで今回俺はそん時の心のメモリーを元にしたアナログゲームを作ってみた。それがこれだ、その名もブラックホール忍者。前回はうどんエイリアンっていうゲームを作ったんだけど、今回も一人用のカードゲームになってる。どういうゲームかっていうと、突如太陽系に巨大ブラックホールが出現して大変なことになってるから、いいことをして人類を救おうっていう内容。ブラックホールが次々と惑星を飲み込んでいってるんだけど、地球が飲み込まれる前に俺がマサヤにやったことや、マサヤが吉村にやってくれたようないいことをしてブラックホールを食い止めろ。で、どんなカードが入ってるかっていうと、例えばこれ、これは突然雨が降ってきて、でも傘のない子がいた時どうするかっていうイベント。こういうイベントカードがあるんで、忍者を発揮してクリアしていく。んで、クリアすると裏返して、これがアイテムになる。こんなイベントもあるし、こんなイベントもある。あと俺みたいな奴らが出てくるイベントもある。で人情でいいことをしてると恩返しがあったりもする。で中にはこういう可愛い女の子のキャラクターもいる。そして人情といえば厚み清、厚み清もいる。前回のうどんエイリアンは18枚のカードがあったけど、今回は頑張ってその倍36枚もカードがある。すげえたくさん頑張って作った。これは全部俺が頑張って書いた。こんな風にたくさんある。いつものように説明書は箱の裏に書いてある。ルールは簡単なんで、頑張ってクリアしてみてくれよ。というわけで、5月5日、東京ビッグサイトでやるゲームマーケットに出て、このブラックホール人形を売るので、よかったら来てくれよ。俺がこの格好で売ってるから。それじゃあ、よろしくな！で、キュル、で、キュル。はてはて、ほほー。